地域でさまざまな活動をしている団体をご紹介するライブ神奈川コミュニティ、ここからは私宮内が担当してまいります。さあまずはこのコーナーのテーマを神奈川県庁政策局の山崎さんから紹介してもらいます。お願いします。はい、神奈川県では笑いあふれる人生100歳時代の実現を目指してコミュニティ再生活性化の取り組みを進めています。このコーナーでは地域で活動しているさまざまな団体をご紹介します。テレビの前の皆さんが地域活動をするときに参考としていただければと思います。さあ今日はどういった団体ですか？はい、今回は学生の可能性や思いを形にするということをテーマに、鎌倉市を拠点に活動する学生団体ニューコロンブスさんをご紹介します。今日来てくださったゲストをご紹介します。はい、はい、そうですね、今日はニューコロンブスから次期船長に来ていただきました。次期船長、はい、船乗り、はい、釣りやってますから船長ね、大好物なんですよ。そうなんですね、では早速こちらの方に、はい、お呼びしたいと思います。はい、菅野次期船長、出航のお時間です。お、うまいな、はい、ありがとうございます。立教大学1年生の鎌倉が大好きな菅野翔吾です。しかし1年生でしょ？はい、1年生です。なんで船長なの？はい、僕たちの団体は船をコンセプトに活動してまして、例えば、リーダーのことを船長って言ったり、メンバーのことを船員って言ったり、幹部のことを操縦室って呼んだりしています。コロンブスってさ、500年以上前の人でしょ、はい、どういう団体なのか、ここから教えてください。はい、僕たちは鎌倉を拠点に活動する団体で、うん、学生のやりたいっていう気持ちを、大事にしている団体で、うん、理念に可能性のスタート地点というものを掲げてまして、本当に何でもやりたいって思ってる学生は全員入れるっていう団体です。この写真見てると皆さん若いじゃない、はい、年代層ってのはちょっと教えて。はい、僕たちの団体は高校生から大学生までの鎌倉を好きだったり、うん、鎌倉に恩返ししたいとか地域貢献をしたいっていう学生が集まっている団体です。あ、どういう後悔をしてるんですか？はい、僕たちは8つのプロジェクトを掲げてまして、例えばゴミ拾いだったり、地域活性化だったりフードロスだったりっていう8つのプロジェクトの中から1つ選んでいただいて、その1つのプロジェクトを専念してもらうっていうことをやってます。普通7つの海っていうじゃないですか、はい、今菅野さんが言うと8つの海、欲張りだね、欲張りその中でも力を入れてる、はい、思い入れがある活動ってどういうもの？ミーゴっていう、ミーゴ、はい、ゴミの反対、うん、ミーゴ、逆さゴ、はい、よくあの芸能界で使いますけどね。そうですね、はい、あのミーゴっていう、うん、宝探しと、うん、謎解きとビーチクリーンを掛け合わせた、うん、遊びながらゴミ拾いができるっていう活動をしてまして、うん、今まで300名ほどの参加者の方に、そんなにボランティアで、はいはい、今僕がつけてるこちらのキーホルダーなんですけど、はい、ミーゴで拾ったマイクロプラスチックを、うん、アイロンで溶かして型にはめ込んで作ったもので、うん、本当にプラスチック 100% でできてます。とにかく楽しそうだよね、はい、ボランティアをするって感じじゃなくて、うん、遊びに来るっていう、楽しむっていう目的でボランティアをすることをやってます。ミーゴ以外に何があるんですか？はい、例えば鎌倉を盛り上げようの集いっていうのをやってまして、うんうん、熱意のある若者が、うん、と、企業さんだったり市長さんだったりを集めて、うん、その若者のプレゼンテーションを聞いてもらって、うん、その若者と大人の架け橋になるっていうプロジェクトをやってます。いろんな人脈、うん、それが財産にもなるよね。本当にこれから社会に出てからも。これそもそもなんだけども、なんでこういう活動、はい、後悔を始めようと思ったの、きっかけ？3年前のコロナ禍で学生のイベントだったり学校行事だったりがなくなって、そもそも友達とも会えなくなったっていう状況の中で、学生の居場所を作るという目的でできました。ニューコロンブスの後悔、はい、活動を通じてね、はい、どんな町に、どんな地域にしたいの？僕はもっと鎌倉を笑顔のあふれる鎌倉にしたくて、例えば観光客の方だったり、それをおもてなしするお店側の人だったり、公園で遊ぶ保護者様とお子様だったり、もうみんなが笑顔のあふれる鎌倉にしたいなって思ってます。今言葉聞いててさ、はい、保護者様ってそんなのさ、僕なんか1年生の頃使ったことないよ。いろいろ教えてください、はい、まあ、とにかくこのニューコロンブスという団体は、3年間このコロナ禍でもって苦しんだよね、はい、人の顔も教室で見ることできなかったじゃないですか、うん、そんな中で若者たちの考えで生まれたんだって、ここが
そうですね、もう本当に僕たちは学生だけの力で、もう学生のみで運営している団体で、もう立ち上げも全部運営も全部学生の力でやってます。とにかく菅野さん見てるとね、楽しくてしょうがないなって感じ。今回の安全をはいお祈りいたします。はい、ありがとうございました。今日は鎌倉市を拠点に活動するニューコロンブスをご紹介いたしました。それでは来月のライブ神奈川コミュニティもどうぞご期待ください。それでは。